はい、今日の一品です。まず厚揚げを一口大に切って油抜きをしておきます。そして片栗粉をまんべんなくまぶして、で油で揚げていきます。カリッとなるまで揚げてください。そしてこの間に砂糖とごま油、ごま油が少ない、醤油、砂糖醤油を作っておきますね。そしてここにレモンをたっぷり絞っておきます。そして揚がった熱いうちにこの中に厚揚げを入れていきます。で周りに絡めてごまをたっぷりかけたら完成です。レモン香る甘酸っぱいカリカリ厚揚げ。